足が長く見えるような、あるいはお尻が上がったような印象になっているのがお分かりいただけると思います。もずくに行くのよしえです。今日は実際にあった症例についてご紹介したいと思います。で、今回症例、紹介させていただくのが、太ももと天部の脂肪吸引の、患者様ですね。で、この方、40代の患者様です。で、やはり年齢によって体型の変化があって、特に太ももに、脂肪がついちゃった。で、ダイエットしてもなかなか、太ももだけ落ちにくいということで脂肪吸引決意された、患者様です。だいたい体重が60キロ、ぐらいの方ですね。で、術前の写真がこちらです。このように、太ももの内ももの隙間がぴったりとくっついているというのがお悩みですね。あとは太ももの内ももだけでなくて外側ですね、外側の張り出し、後ろから見た時の、お尻のさらに横にこう張り出してしまっている部分なくしたいというご希望で、脂肪吸引考えていただきました。内容としては、太もも全周とあとは臀部ですねの脂肪吸引、太もも全周プラス臀部の脂肪吸引をしています。で、こちらが1ヶ月後の写真になります。トータルで 2800cc 取れています。ご覧いただけるように、かなりスッキリとした印象になっていると思います。内ももの部分明らかに隙間が違いますよね。注目していただきたいのがこの方は太もも全周にプラスして臀部もされているのでお尻がちょっと上がっているような印象になっていると思います。お尻の外側の一番の張り出しの部分です。臀部の脂肪吸引によって削ることによって、一番張り出している位置を上に変えることができるんですね。それによって、まあ、当然実際に足が伸びているわけでは当然ないんですけれども足が長く見えるような、あるいはお尻が上がったような印象になっているのがお分かりいただけると思います。脂肪吸引の最終的な完成形というのは半年後ですがもうすでに、この写真1ヶ月ですけどかなり細くなっている、患者様自身もすごく喜んでいただきましたね。今回の動画いかがでしたでしょうか。他 SNS、Instagram などでも情報を発信していますのでそちらもぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。